はい、どうも、シャチクです。本日もあつ森実況をやっていきたいと思います。で、今日ね、なんと久しぶりにシャンクが来てんだよ。いや、結構久しぶりだね、シャンクの顔見るの。まあ、今まで離島ガチャしていて日付を固定していたっていうこともあるんですが、かなり久しぶりに見た気がする。お、シャンク何してんの？ちょこちょこ動くのが可愛いよね。まあ、そういったところで本日もあつ森実況をやっていきたいわけなんですが、本日もね、日常系パートになります。で、今日はね、ちょっと一つご報告させていただかないといけないことがございます。まあ、生放送をね、見てた方ならご存知かもしれませんが、うちの島から住民が引っ越すことになりました。いやー、これはね、結構苦渋の決断だったんだよ。本当はね、引っ越す予定じゃなかったんですが、まあ、いろいろね、手違いで引っ越すことになってしまいました。まあ、理由に関しましては、まあ、他の動画でも言ってるかもしれないんで、まあ、そちらの方をね、見ていただければと思います。で、その引っ越す住民なんですが、こちらになりますね。こちらの方向には家が1軒しかないから、すでにお気づきの方多いかもしれませんが、なんとスクワットなんすよ。いやー、スクワット、ついに引っ越しちゃったかっていう、まあ、引っ越しさせちゃったかっていう言い方の方が正しいか。ちなみに、このスクワットなんですが、峰峰島からやってきました。だからね、もともと自分の島にいた住民じゃないんですよ。確か引っ越してきたのは4月の1週目とかだっけな。確かそれぐらいだったと思いますね。ちょうどブロッコリーとね、入れ替えで引っ越してきたんですよ。逆にブロッコリーは、シュガートーストに行って、で、スクワットは自分の島に来たみたいな感じですね。いやー、なんか感慨深いね。まあ、そういったところでスクワット、どこの島に行ったのかわからないんですが、新天地で頑張ってくれ。ちなみになんですが、今、ミスズ狙いの離島ガチャを生放送でしているところです。もしよろしければ、生放送もね、見ていただければと思いますね。割と深夜にやってるかな。大体12時前後ぐらいかな。まあ、それぐらいの時間帯に自分のチャンネルを覗いていただければ大体やってると思いますね。はい、まあ、そういった話はさておき、日常パートということで、今日はね、久しぶりにパニエルの島に行きたいと思います。そう、ジューンブライドですよ。ジューンブライドは6月1日に、まあ、何回かやったんですけど、逆に言うとそれっきりやってないので、今日はね、久々にやっていきたいと思います。もちろん真面目にやるわけじゃなくて、ネタでやっていきたいと思います。前回はね、まあ、いろいろリサちゃんの反応を見るために、まあ、検証をやってきたと思うんですが、今日もね、検証をやっていきたいと思っておりまして、まあ、とある家具でね、結婚式場埋め尽くしたいと思います。で、まあ、埋め尽くす家具の種類なんですけど、そこについてはまだ考えてないですね。何しようかな。やっぱりネタとして面白いものでやりたいね。まあ、そこについては実際についてから考えていきましょうか。いや、それにしてもパニエルの島めっちゃ久しぶりだな。さあ、到着しました。相変わらずパニエル家の前でぼーっとしてるね。大丈夫？年金暮らしなのかどうかわからないけど、全く働いてないよね。まあ、一応ね、写真スタジオを、まあ、経営してるっていう話なんですけど、全くなんか仕事してなさそうに見えるけど大丈夫これ？まあいいや。ちなみになんですが、パニエルの家の周りに柵があるじゃん。この柵って自分たち使えませんよね。もしかすると今後のアップデートとかで追加されたりするのかな。どうなんだろう。よー、パニエル、パニー、なんかすごい個性的な格好やな。久しぶりに見ると、リサちゃんと海蔵さんのウェディング撮影を手伝ってくれるのかな。それとも撮影スタジオについての質問会？ここはね、もちろんウェディング撮影を手伝うに決まってんじゃねえか。さあ、そういったところでウェディング撮影をしていきたいわけなんですが、7月からリサちゃんと海蔵さんってどうなるんだろうね。そこ結構気になってますね。6月で一応このイベントも終わりなので、で、これでまあ、リサちゃんと海蔵さん帰ってしまうわけなんですよ。ただもしかすると、7月のアップデートとかで、まあ、定期的に来訪者として島にやってくる可能性もありますよね。まあ、それこそシャンクとか、あと名前なんだあれ、レイジか。まあ、レイジとかみたいに。ただ、どういった役割を担うのかっていうところに関してはわからないですよね。
前作ではリサイクルショップを経営していたということで、まあそれの類のものがまあ役割になるんじゃないかなと思ってるんですが、ぶっちゃけそこに関しては予想つかないよね。はい、ってことでやっていきましょう、ジューンブライド。さあどのアイテムで埋め尽くそうかな。うん、リサちゃんと海蔵さんに似合うアイテムか、結構難しいね。けどここはネタはネタでもまあ生活必需品をね、まあ埋め尽くしたいと思いますね。うん、生活で欠かせないもので埋め尽くそう。まあ困らないものですね。やっぱり日常生活を送る上で食事と同じぐらい重要なことがあるんですよ。それはね、トイレだと思うんですよね。やっぱりトイレって生活に欠かせないものだと思うので、この和式トイレをね、うん、このウェディング会場全体に敷き詰めたいと思います。そしてこの和式トイレをね、全て埋め尽くしてリサちゃんの反応を見ていきましょうか。いや、どういう反応するんだろうね。まあ前回はネタで、まあ、例えばそのウェディングの家具をまあ統一してバババババババンって置きまくったんですが、まあそれぐらいしかしてなかったんですよ。ただね、和式トイレとかそういうネタ系の家具をね、埋め尽くしたことはないので、ちょっとこれね、一度見てみましょうか。で、ここから写真を撮らないといけないんだよね。うわぁ、嫌だな、この写真。便器だらけじゃん。これさ、海蔵さん、せめて洋式トイレにしてよとか思ってそう。なんで今の時代に和式トイレやねんっていう。たださ、和式トイレも今の時代結構田舎の方にありますよね。まあ都心の方ではなくなりつつありますけど、割となんか駅のトイレとかにあるイメージがあるわ。まあショッピングセンターとかにはさすがにないけどね。さあ、そういったところで写真を撮っていきましょう。位置的にはこんな感じでいいかな。うわー、すさまじい写真やなこれこんな結婚式嫌なんだけど。さあ、こんな感じでいかがでしょうか。では話しかけていきましょうかね。これあ、その前にちょっと便器が邪魔だから撤去しようか。で、退路も作らないといけない。さあ、喋りかけよう。撮れたみたいね、写真を見せてもらいたいんだけど。何枚か撮った場合は最後に撮った1枚だけ見せてもらうわ。うわー、だけどね、写真は見ない方がいいんじゃないかなと思いますね。これは多分ね、見ない方がいいと思うよ。まあまり記念写真にならないからね。うん、ただやっぱりね、真面目にやるパターンとネタでやるパターンでどんどんね、なんか墨分けしていくのって面白いですよね。まあリサちゃんとか海蔵さんがどういった反応するのかみたいな。ただね、真面目にやったらやったで結構ね、なんか普通な反応されてからさ、ちょっとそれはそれで動画的に困るよねっていう。やっぱりね、ネタに走らないといけないわ。はい、ということでリサちゃんの反応見ていきましょうか。イメージしていたのとはちょっと違う気もするけど、いや、ちょっとどころじゃないでしょこれ。これはね、もはやちょっとって騒ぎじゃないよまさか和式トイレを敷き詰めてくると思わないでしょ。ただまあ喜んでくれるんだね。なんか怒るってイメージがあったんですが、怒らないみたいですね。まあさすがに和式トイレで怒らないっていうことは、まあこのジューンブライドで、まあ、リサちゃんと海蔵さんは怒らない設定になってるんでしょうね。さあ、そういったところで次は海蔵さんに話しかけていきたいと思います。で、愛の結晶いただいたんですが、これってさ何個ぐらいもらえるんだろう。まあ多分3つか、2つか、まあそれぐらいなんかな。ちょっとね、予想つかないんですが、まあそれも重ねて後で確認していきましょうよう海蔵さん、愛の結晶集めたら俺っち特製の家具と交換できるぜ。家具は明日まとめて郵送することになるけど、どうする、交換するかい。家具のラインナップって増えてるのかな。ちょっと見ていこうか。多分増えてないっていうか、7個ももらえたの今ので。やばいな、嘘だろ、7個もらえるの。へえ、結構もらえたね、びっくりした。はい、ってことでそんなところで終わりましょうか。おっ、リサちゃんと海蔵さんめっちゃ喜んでくれた。なんか申し訳ないな。はい、ってことでここ後にしましょうか。で、パネルに話しかけに行こうかな。いやー、お疲れさん、もうすっかりセット作りのエキスパートだね。はっはっは。いやー、俺をさ、こき使うよね。うん、なんか手伝いっていうかさ、パニエル何もしてないからなリサちゃんと海蔵さんを呼ぶだけみたいな。で、仕事は俺がやるみたいなね。
で、今日で6月も終わりだし、2人とも明日には帰ってしまうそうだよ。ああ、そうだよね。一応なんか自分の集まりの世界では6月30という設定になってますから、まあ離島ガチャの関係で、これで固定してます。はい、ってことで島に帰ってきました。いやー、ジュンブライド、結構面白いよね。最初やった時はさ、もう一瞬で終わりじゃねえかと思ったけど、割とね、個人的には楽しめた方じゃないかなと思ってます。まあ、スタンプラリーもね、結構面白かったんですが。で、ダノラがいたので、せっかくなんで何かあげましょうか。え、何あげようかな。ここはね、愛の結晶ではなくて、ミノカサゴあげよう。え、てか待って、愛の結晶あげたらどういう反応するんだろう。あ、そういえばさ、住民に愛の結晶あげた記憶ないな。あー、これ結構面白そうだから今度やってみるか。ただ普通にもらってくれそうな感じはするけどね。まあ素材として扱われるみたいな、ね、お金みたいにこれは受け取れないよみたいな感じで突き返されることはないでしょ。雑草ですらもらってくれますからね。で、お返しに650ベルを渡すよ。ありがとう。いやー、ありがたいね。てかダノラ、俺があげたセーターまた着てくれてるんだ。超お気に入りじゃん、こんな暑いのに。絶対暑いでしょ、そんななんか分厚い服着てたら。で、アリアちゃん、あ、ちなみにアリアちゃんはうちの島に新たに来た住民になっております。なので仲を深めるっていう意味で洋式トイレをプレゼントしましょうか。これまさか飾ってくれたりするんかな。飾ってくれたらくれたって面白いけどね。これってもしかして洋式トイレ。そうだよ、君もトイレするでしょ。確かアリアちゃんの家はトイレがなかったから、これをねプレゼントしますよ。これ使ってくれたら嬉しいね。っていうかさ、住民たちって洋式トイレに座って用を足したりするんかな。まあ自分たちは小ネタで、まあ、フルーツとかを食べたらジャーって流れるじゃないですか。住民の場合どうなんだろう、ちょっと気になりますね。はい、まあそういったところで本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録をお済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をしてこれからも見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。